今日は前髪を止めてます。緑と青です。髪の毛はなんかね、だいぶ傷んでます。毛先がでもなんかすごいことになってます。イエーイ。トトイブさん、グデさん、にぼしさん、ブブグーグーさん、ニットボーさん、ワンちゃんさん、ペンペンさん、ごぼうさん、にきせいさん、パンダさん、わかめさん、メガネさん、メガネさん、ブブーさん、お花さん、シルバーさん、シルルルーさん、ブーブー、忍者豚さん、カッパさん、メーさん、天使さん、うさぎめん魚さん、カキンさん、シャーさん。髪振り始まったんだけど彦星さん、クロミちゃんさん、ウキーさん、ピンクガッパさん、おつまこさん、タムネギさん、ワンちゃんさん、パタパタクマさん、ガローさん、松村部さん、もうももたんの配信みたいになってますけどいくらさん、こんばんは。この部屋は暑い部屋ですね。マジで暑い。なんかクレーム入るんですけど動かないんですよ。室外機が壊れてます。ちゃんとしっかり髪フレもねチェックしてますよね皆さん。ルール、なんだっけ、8月30ですよね。その日は9期生が公演をやるのか10期生が公演をやるのかわからないですけど、9期だとえのちゃんがいないね。センター覚えちゃい、調子乗ってます、ごめんなさい。こまんちゃー、こまんちゃ、扇風機はつけてます、中で。この部屋もでも寝るのにも使ってない。目がオレンジになっちゃうのはなんか日によるね。あ、なんでもないっす。もうなんかすごい体がグーって疲れました。一日が超えてるけど、私はもう今週全部いける気がしない。設定そうなの？やっとく。浜松市だけど最高気温の響きに負けてエアコン今からつけたよ。いや今からなの？やばくない？今ちょっと涼しくなりつつあるけど、もっと早くからつけないよ、熱中症になっちゃう。特に何も考えてないので話しましょう。キュンからのギャキュン、わーお。今日も予定があるから一つだけしよう。あー、ありがとう。もめのは最後に言います。キュン。あー、ツルタ、わかんない。もめそれつけてないです、両方。またね、ありがとう。あ、つくね、マジ熱い。アイス食べたい。アイス持ってこればよかった。ピエンピエン、もうずっとピエンピエン言ってる私。扇風機が壊れた、それはやばいです、早く買い替えましょう。もう今結構扇風機安くないですか。美術の課題はプリント家にありました。くさ、でも美術の授業が当分ないのでそこへ出します。私はもう絶対に後期は美術係やんない。何がいいか、なんか楽そうなのがいい。さ、多分最後まで見れない。メールでも送ってきた、もちろん送ります。帰りにコンビニ寄ったらそうも思うもなかった。やばー、やばい、それはやばい。今から仕事なのでちょっとだけ参加です。ありがとうございます。何書くの？なんか今作ってる作品の完成予想図みたいなのを作るらしいですけど、もう覚えてねえよって思います。明日も頑張って、
5時間授業5時間授業と思って頑張ります。本当は6時間なんですけど、でも6時間なんですけど、まあ、学活があるので5時間だと思って頑張ります。はあ、しんどい。アイスまで買い占めかね。なんか最近全然売ってないっす、アイス。お母さん買ってきてくれないかな。昨日初めて入り内さんの配信見たけど、えびきしてる猫さんじゃないですか。ハピーさん、ハッピーさんっていうあの猫を飼ってるんですよ、入り内は。だからのハッピーさんが寝てたかもしれないです。昼配信やったのね、見れなかった、ピエン。明日もやります、見てください。ハッピーさんです。今日からまた仕事始まった。長坂も今日から学校始まった。どうしどうし。猫の鼻が悪くて呼吸する時の音だって。長坂さんペット飼ったことないか分かんないや。こんばんは、こんばんは。ハッピーさんは寝てなくても鼻息聞こえるよね。あ、そうなんですか。長坂さんはちょっと分かんない、何が鼻息か全然分からないので。明日も多分同じくらいですね、12時半頃からやると思います。そうです、あのイリエチはカブトムシを6匹飼ってるそうです。6匹飼ってるそうです。やばくないですか、やばくないですか。6匹いてもさ、6匹ちゃんとさ、あれなんですかね、6匹飼っててその全部見分けつくんですかね。無理です。ヤホマル、ヤホマル。今日なかちゃん壁にぶつけたってお尻に言って、おいら昨日頭をぶつけて流血したよ。やばいやばい、それはやばいです。そんなさ、そんな息までいかないから。みゆは小指を足で3回ぶつけて、肩をダダダダンって3回ぶつけて、腕バンってぶつけて7回くらい今日ぶつけました。10匹に増えたの、やばくない？やばいやばい。そういえば10期最年少トリオはあとミレイちゃんとコラボすればコンプリートだね。そうなんですよ。でもミレイちゃんはいつも踊ってるじゃないですか。でも中坂さんは踊れないので。いや、踊れるけど、ミレイちゃんみたいに可愛い服を着ながら私は踊れないので。まあまあまあ、そうですね、機会があれば一緒にやりたいと思います。ヤッホーヤッホー。小指マジで超痛かったんだけど、うん、私はもう意識して歩いてるのに。てか流血やばくないですか。どんなところに頭ぶつけたんですか。大丈夫ですか。気をつけてくださいね。昼配信はダッシュで、そんなことないです。友達と喋りながら今日は帰宅しました。友達がペットを飼うんですけど、何のペットを飼うでしょうみたいなクイズをひたすら答えながら帰ってきました。暑い、浜松41ね、やばいですよね。こちらとも暑いでございまする、ね、40度まで多分いかんけど、マジで暑い。明日の話では、明日も普通に歩いて帰ります。今日と同じだから。犬か猫かハムスターくらい。いや、なんかね、カメ飼うらしいです。大変やで、カメ。長坂カブトムシ触れますね。だってさ、この前のカブトムシめちゃめちゃおとなしかったじゃん。長坂はおとなしければいけます。どうかなが、そうなんですよ、14万4400再生で研究生1位なんです。そう、よくご存知で。なんで頭止めてんの。前髪を薄くしたです。明日は5時間じゃないんです。明後日から5時間なんです。はい。すごくないですか。私もなんで、いや多分あれなんですよ。マジで分かんない。なんであんなに伸びてるんですかね。でもなんか私はちょっと
ちょっと TikTok の運営様に疑問を抱きます。あんなにさ、ちょっといろいろ書かれているのにもかかわらず、なんでそんなにおすすめに載せているんですかねってまあでもね、そのおかげで1700とかのいいねもいただいて、なん多分1位です、自分のいいね史上。イエーイ。オイラは推しに飼われたい。中坂さんはペットを飼えないので、ブブー、イエーイ。でも多分しばらく TikTok 上げないと思う。そう、私はもう今ツインテールにすらあれですね、あれを抱いていますしっかり気にしてる人みたいになってます。その気にしてはないんですけど、なんか改めて自分で、ね、思ったんですよ、私ツインテール似合わねえなと。そう、めっちゃ面白いでしょ。コテールアップ。そうだから多分ショールームも最近おろしかポニーしかしないっていう。じゃあ昨日本当はツインテールで出ようと思ってたの、あれを。どれ、そう、でもなんか似合わんと思ってやめちゃった。なかちゃんこんばんは。こんばんは。マジで髪の毛が、川島が持ってる動画見たい。なんだろう、どの動画ですか。なんかおろしをねするのが結構好きになっちゃった。超楽です。でも凝ってる感がないからね、ピエなんですけど、まあそんなことは置いといて、ツインってできるのは若いうちだけって言いま、みんな言ってし、いやそんなことないです、そんなことないですそうの三ツ矢サイダー味変えたの、これから食べます。え、いいじゃん。中坂もアイス食べたいってお母さんに言いたいんですけど、お母さんが今日配信見てないので、うん、いない、ピエンなんだけど。てかさ、100円まで見れなくなっちゃったもん。かのんちゃんの次の配信はまだ決めてなくて、誰にしよう悩んでます。なんか今は2人で悩んでて、そう、どっちにしようかなって思ってますそう、あのね、早起きできる人を探してます。やっぱりももたんが早起き得意じゃないですか。だからももたんかなんやん、なんやもなんかやってくれそうだから川島にやってよって言ったら、7時起きはちょっと無理って言われましたいや早起きせえや、いずれ回ってくると思うんですけど川島は早起きがちょっと苦手らしいです。内容はやるときはやる人ですか。そうね、ももたんだったらうまく進行もしてくれそうだよね。そうだから、まあももたんかなんやんか、ココナさんを誘おうとも思ったんですけど、ココナさんのテンションにかのんちゃんがついていけるかがちょっと不安で、初対面であれをちょっとやられたらちょっとかわいそうだろうっていう判断に至りました。まあココナさんはそうですね、もうちょっと他のメンバーで頑張ってもらって
ってから回した方が、あのかのんちゃんのためかなみたいな。ももたんも一緒だろってきた今。そんなことないわ。ももたんはちゃんとね、まあ、ココナさんもやるときはやる人なんですけど、ココナさんはちょっと初対面では難易度高いかなと思ったので、そうですね。でも多分ね、キューキーを誘ってたらキューキー以外になることはないと思いますよ。はい、長坂はかのんちゃんの動画はたまに見ますよ、配信。歌めっちゃ歌ってるよね、うますぎて感動しちゃう。誰が扱いやすいの。ナイアンはマジで何でも引き受けてくれます。ナイアンとアーヤは、誰にもまだ決まってないですね。そう、池田も考えたんだけど、まあ、池も朝弱いのでパス。先輩はちょっとなんかいきなりハードと上がりすぎかなって思って、もう少し研究生を回してあげたい。そう、アーヤもあのあれです、何でもやってくれるんです、優しい。あ、オツもいいね。オツは、オツはちょっとなんか二人きりにしてちゃんと喋れるかが心配。じゃあ、この昨日の DMM もなんか、そう、オツマコさんがちょっとズームに入るのが遅かったんですけど、だからあのズームってスマホだと4人しか出ないんですよ。でもまこちゃんだけだから、ちょスライドしないと出てこなくて、まこちゃんがの声を全然聞けなかった気がして、もっと話を振ってあげればよかったと思いました。そう、おつ同級生だね。お昼配信途中離脱からの、ただいまーちゃ、ただいまーちゃ、おかえりーちゃちゃちゃ。そうなんですよ、朝7時なのがあれなんです。ちょっとね、メンバーを選んでしまう。あやなら S メンつながるかな。あやだったらどっちかというと K2 じゃないですか。なんかめっちゃさ、あ、そう、でもなんかえなちゃんとかも結構あれなんですよ、なんかこの前そのイメージを踊ってたんですよ。でもなんか誘う気があのちょっと逃げ腰というか引けてるんです。今は急遽早く分かんないです、中坂同室になったことあるメンバーが少ないので分かんないけど、ももたんはマジであの朝が強い、夜が弱いです、すぐ寝ちゃう。中坂さん同室になったことあるメンバーが少ないんですよ。ね、ももが無難ですよね。ももたんに連絡してみます。じゃあ、なんて入れればいいんだろう。沢田かのんちゃんの朝7時、日曜日の朝7時にやってるラジオで、あ、ふえちゃんもいいね。確かに確かに。今から電話ではさすがに迷惑だろ、配信してんだよ。あ、キャノンティーもね、確かに。とりあえずピエンと送れば。なんかさ、まるでいや誘ってるみたいになってるじゃないですか、ピエンね。冬っぺ朝大丈夫なの、わかんないです。みよりはいいと思います。てかさ、これを私がかのんちゃんにどう伝えればいいんですか。ファンの人が伝えてくれますか。誘ったらメールとかするから
許可が下りたらね。そしたらかのんちゃんにみんなが伝えてください。赤堀さんが前の星に似てる。本当なんかね、私キミちゃんがめっちゃりょうはさんに見えるんですよ。うん、キミちゃんはもうオーディションの時から私はりょうはさんですって言ってます。今朝がカノンつながりで面白いかも。ああ確かに。思ったんなら今からでもファンがつなげられるそう。確かにね。あのね、こっちの端末であれが見れるようになったの。配信が音が出ないようにだけして、あと 6% しかないんだけど。モータンオフショルだって。本当だ、かわいい。くしゃみ出そう。ああ今言いませんけど、私配信は見れなかった、ごめんなさい、勘違いでした。窓枠から覗けるって感じ。もたんかいやばみって送るわ。じゃあすごい301が飾ってあるミレイちゃんの配信。 SK は今ね3人ですね。なんか長坂の配信花がなくね。てか今日顔映ってなさすぎだろ。なんか花がないね。ウェイウェイ。おまちゃん間に合った、イェイ。花はあります。もう潰れてる目の鼻ね。ぺちゃんこなんですよ。可愛いでしょ。うえーい、まんじまんじ。こんばんなかみゆー、こんばんなかみゆー。ね、張り紙を貼りたいね。目が痛いんだけど、めっちゃチクチクするんだけど、なんでだろう。昨日ちょっと押してたじゃないですか、須田押してたんですよ。あの29時間配信がね、なんか打ち合わせの時間中で時間になった。あのまああのズームにしてて、それでまだ全然始まらないから、あのお母さんに今どこまで終わったとかこうやって LINE しながら、でもめっちゃ暇だったからずっと TikTok 見てたんですよ。でもこれちょっと音を上げるだけでめっちゃ聞こえるのね。始まったら怖いなって思いながらすごい無音でずっと見てた。ね、また張り紙を作る配信したいにしたい。そう、貼りたい、貼りたいやつよ。ちょっと何言ってるか分かんないけど、張り紙作ってまた貼ります。はい、めっちゃ浴衣持ってますよ、帯以外。プロフィール貼りなよ。この前貼ってたやつがもうぐちゃぐちゃになってしまったので、あの新しくまた作ります。何色がいいかな、紫とかがいいかな。あのテープを貼るとマジでこうなるんですよ。これはテープを貼って剥がして、すごいなんか傷みたいになっちゃいました。19時配信以外は、でも中坂さん19時配信以外あっちの部屋でやってることが多くて。そう、モタンに聞いてみたいけど元気すぎてごめん。えみんなが聞いてくれたら中坂も誘いやすいよ。
だいぶ。次に張り紙作るときはしっかり KD とは書かずロリコンって書かないとロリコンって書いたらもうなんかやばい人みたいですけど大丈夫ですかね。今度浴衣配信やってほしいです。やるけど帯がないです。立たなければいけるけどね、ここだけしか落ちてないみたいなめっちゃ馴染みやすい。本当ですか、嬉しい。マスキングテープは後つかないけどすぐ剥がれちゃう。帯買ってないです。こんばんは、こんばんは、お久しぶり、イエーイ。下はジャージで浴衣を行おう、浴衣行こう。そう、長さが今日も下ジャージですね。可愛いでしょ、水色。はあ、あくびが出そうだった。よし、今から帯折ってくるよ折ってくるは強すぎだろ。これカタカタってあれですか、鶴の恩返し的な。劇場から帰ってこよう。そうですよね、中坂さんの帯めっちゃなんか短くてびっくりしたんですよ。中坂が太っただけかもしれないんですけど決して開けないでください。私ならもうガンって開けちゃうね。でさ、勝手にじゃないですけどさ、部屋貸してさ、でも開けんなって言われたら超怖くないですか。やっぱ新学期初日は疲れるよね。もうだいぶなんかもう疲労感を感じます。なんか今日さテンション低いね。また開いていこうってれってってってイエイイエイイエイ、私イエイイエイ。開けんなよ、絶対開けんなよ。あれじゃないです、ダチョウ倶楽部さんみたいじゃないです。テンションが上がらないときは歌を歌いたいと思います。ハロロ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 ロ。うん、めっちゃ面白かったよ。席は間に合わないだろう。だって歌えるかな。音が全然わかんないわ、思い出せない。ちょっと中坂さんがこれを歌いたいので一番だけ歌います。中坂一番だけ多すぎな。開きましたの元気の良さ。え、それな、なんかさ今日マジであの上げてないね。えーんしょ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 って